緊急でもなければ特別でもない緊急特別企画、初代ロックマンで遊ぼうでございます。これはすごいね。私先日ですね、ついにプレイステーション4を購入いたしまして、そこで初めて買ったのがこちら、ロックマンクラシックコレクション。なん見てください、これ全部じゃないか、6まで入ってるんですね。今回はその中から1個、ロックマン一番最初、これ87年、すごいね。プレステ4を買って最初にゲームするのが80年代のゲーム、これやっていきましょう。おお、初代はさすがにやった、あーでもやったことあるかもしれないな、なんとなくちょっと覚えてる。3か4ぐらいはやった気がする。初代は誰かの家でやったのかな。じゃあこのカットマンから行こうかな。ああすごいな、プレステ4でこうやって、ああ昔のが遊べるってこれすごい魅力だな。んちょっと待ってくださいね、ボタンが四角で打つ、あ三角が連射だ、でバスジャンプ。もう初代はあのタメ打ち X バスターみたいな、あーというか、おーびっくりしたなんか結構滑るな。おお、あやべやべやべ、結構ねまだ操作感が分かってない。うん、あーでもこのファミコンの感じすごいな、プレステ4でこんなんできんな。いや一応ちゃんとプレステ4のソフト、デドバイとかモンハンとかやろうかなとは思ってるんだけど、ちょっとまずはね腕慣らしというかねあちょっと待って、これもう切りないわ、ここ、こいつは ここだけ倒して、ロックマンはねそうですよね、いちいち倒さなくても、おなんだこいつ、おおちょっと結構敵はスルーしていってもいいっていう。いや俺ロックマンは結構うまかったですよ、当時ロックマンキャラだったもん、キャラロックマン好きで小学生の時とかはね、なんかやってた気がするけどな。これ一作目はでも持ってなかった、多分友達ん家でやったんですよね、伊藤ん家かな、伊藤じゃないか、関くんか、誰がわかんだよ伊藤とか関くんっつっても、あやべ、同じクラスの関くんが関、あでもそうだ、関くんがロックマン好きなんですけども、俺がロックマンの金消しみたいなね人形を持ってたんですよ、フィギュアみたいなの。関くんがねうちに遊びに来た、その時に亡くなって、その人形がおめえ絶対取ったなっていうね、悪いやつですよあいつは。で結構順調に進んでないですか、あやべやべ、俺やっぱ上手いんじゃないかな、ちょっとね、なんだろう、この滑る感覚が怖いっすね。でもこれ滑るステージでもね、これこういう操作性なんだろうな、多分結構、あやば、結構やばい、結構初代のそのファミコンの操作というか忠実に作られてるんですよ。で最初80、なんだこれ80何年とかだから、おーあぶねー、いやこれもうムシ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 、おーそんなにねこうちゃんとしっかり操作できないんですよね。おお、よしよしよし、ライフを、ここはもう無視していっちゃおう、これはね全クリ目指して頑張りますよ。ドクターワイリーをなんとかしなきゃいけないっつーことってこんなことになってんだもん、ドクターワイリーが悪さしてるから、あぶねあぶねあぶね、こんなん東京にいたら大パニックだよ当たっただけで大ダメージっていう、うわ危ない、ここはもう無視いっちゃおう、上いっちゃおう、ライフ欲しいな、なんか嫌な配置だなこれ、また嫌な感じ、よいしょ、おーし、いやでもこんなにいけるとは思わなかった意外とロックマンの感覚を覚えてる気がする。
あれ、これどうすんの。ふわ、あ、いけた。ちょっとライフがね、欲しいんですよね。あばっ、くそ。あ、これ目開いてる時じゃなくてダメってこと。いやー怖い。あと一撃じゃない。あ、これは、あー危ない。カットの、カットが飛んでくる。いやーでも面白いロックマン。いやー、あー、しょしょし、あー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 、いや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 、怖い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 。これ取りたい、これ取りたい。いやこれね、本当燃えますよ。もうね、どれぐらいいけるかわからないですけど、地獄のノーカットでいきますからね。二恋の悪夢再びですからね。前回の二恋もまさかのノーカットで4時間というですね。あー危ない。もういっちゃういっちゃういっちゃう。どんどんいつ中ボスじゃないの。うわー、これどうす、うわー怖え。どうすんだよこいつ。あ、待って、これスライディングとかあったっけ。あー危ない。スライディング、スライディング、あれ、な、情けだな。こうじゃない。あー、こうやってね、ボタン、あ、ボタンの設定だけちょっと見ていいですか。あ、スライディングないな。あー、でもそっか、そんなもん、やっぱシンプルですよね。バツ、あー、バツでジャンプの、あー危ない、やばい。近くでもとにかく撃つっていう、それだけだよね。よいしょ。ロックマンの初代ですもん。俺言うても X ですから。や、あー、いいね。やってたのはスーファミだからね、どっちかっていうと。ああ、ファミコンの操作性はなかなか難しいですね。よいしょ。あー、ここね、こうこうこう。いや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 、ちょっとせめてこの一面はクリアしたいな。意地でも一面クリアするまでノーカットでやる。別に編集がめんどくさい、危ない。編集がめんどくさいわけじゃないんですけどもね。ただまあ作業用にもこれは見る人もしんどいだろうな。いや、こうやってロックマンがこう下手な人がやっても、女の子とかがさ、可愛く、あ、できない、キャーとか言ってやってるのは可愛らしいんですけど、おっさんだからね、どおっさんが、あ、できない、あ、無理とか言ってるのはなかなかの地獄ですよね。あ、危ない、いや無理。地獄じゃねえか。ちょっと感覚取り戻すまではなかなか。あ、これだからこっちから行けばいいってことか。ここで一気にショートカット。あー違う。あー、ブロック余計なことした。余計なトゲだと。あー、トゥンチュ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 ン。うわー、今のもったいなかったな。ライフ結構残ってたのに余計なことした。だそういう余計なことも女、萌え声の女の子がやってたら可愛いですよ。どうっさんだよ。萌え声の女の子が子供にいてもおかしくない年だよ。ということで。あ、よしよしよし。いやー、なかなか。あ、やべ。ちょっとこれ、最初にカットマンステージを選んだけど、ちょっとほんと難しいな。これ、最初にやるステージかな。これは結構こなれた人じゃないと。かなりね、難しく感じるかもしれない。トイ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 。はあ。俺このロックのジャンプ、この両手上げるジャンプ真似してた。マット運動の時とかね、ジャンプ、あー危ない、こうやってピョン、両手上げてピョンってロックマンジャンプつって。そっか、 X になると三角跳びとかができるんだけど、今はまだね、全然そんな
ないですもんね。本当にシンプル、打ってジャンプしてそれしかできないですから。だって87年だったらファミコンでも初期の方だよね。おーわー、やばい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 、ハリ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 、あー、お、うまい、うまいぞ。こいつがちょっとどうしていいのかわかんない。うわー、あ、これだから下くぐってきゃいいのか。こんなやろ、倒してやろうか。こいつかっこいいな。でもデザインが堀山明的という、あ、やばいやばいやばい、あ、でもボス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 、あー、あー、よかった。この門くぐったらもうボスですから。来たよー、ここまで。あ、違う、あれ、なんだアイテム違う怖い。あ、でもここでライフ、いやー、あ、ボス前にこんなんあったっけ。あの門通ったらすぐにカカカカカっつってボスだったイメージが。まだあるか。よし、ね、危ない。うわ、ちょっとこれはなしよ。あー、でもここだ、来た、やっと。お、来たよ、出たな、カットマン。これどうすりゃいい。あー、怖い、早い。おー、これをちょっとパターンが読めない。危ない危ない、いや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 、危ない。あー、ちょ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 、これ、あ、うーわー、むっつ、うわー、ここでか。まだやる、俺まだやる。あのカットマンをどうするかだな。カットマン結構飛び跳ねてたから下をくぐるのか。あー、ちょっと、うわ、椅子出すぎじゃない？こいつも早え。おお、カットマンをハサミ投げてたのを避けながら、ちょっとわかんないな、まだ1回しかやってない。これだからライフが、あ、やばい。結局今3機だっけ、最初は。スタート。あ、2機しかないのか。2機しかなかったらもうほんと無駄に死ねないっすね。危ない。危ない。よし。危ない、危ない。やだ、怖い、気持ち悪い、臭い臭くはないだろう。うわー、これもう、いやー、危ない。なんとか一回も死なずにボスまで行かないと、ちょっとさすがにカットマン相手には厳しい気がするな。で、ここはもうしょうがないから、もう走り抜けちゃった。よいしょ、あー、あー、なあ、ちょ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 、はまったはまったはまった。いや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 、あお、おお、しょしょし。この後またなんか来た気がするな。あ、お前か。お前か、知り合いかよ。ここはもう無視して、あー、ライフがでも、あー、まあいいか。いやー、結構あれですね、力入っちゃうね。あー、これが欲しいんだ。よっしゃー、これどうなのかな、下手かな、やっぱ。いや、うまくはないよな。あ、赤い玉なんだろう、ちょっとよくわかんないな。おっしゃー、大回復。ここの道を避けて、いやー、こいつ倒して、こいつが左に行ってる間にジャンプ。あー、危ない。こうね、よし、まだ死んでないよ。あ、で、ここのハサミはスルーして、
この後また来るよ、青いの。青いの来るよ。青いのこいつ嫌いだわー。うわー危ない。よしで、ここ下行ってこいつを避けて、あー危ない危ない。で、こうね、こうね。で、こいつはちょっともう倒しても、あー、いやいや、これもう無理だな。どうすりゃいいのこれ。危ない危ない危ない。あー、よかった。ここまで来た。あー、で、こいつか。こいつが意外とボス前の。よし。三ついるよ、三つ。すり足。あー、危ない危ない。どう、ああ、よし。よし、いけるかな、わかんない。カットマン、貴様この野郎、カットマン倒してやる。へぇー、よし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 。お前これをよ、よし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 。ああ、ここいけんじゃない。あ、やばいやばい。あ、やばい、あと一撃。いやいやいや、怖い怖い怖い。ハサミの動きが読めないんです。あ、ハサミまっすぐ、まっすぐか。ハサミまっすぐだ。ハサミまっすぐ、あー、うーわー、やっば。いや、でもいいとこまで行った気がする。半分ぐらいライフ削ったもんね。うわ、こいつ復活してんのかよ。で、今、あー、これいける気がする。勝てない相手じゃないな、勝てない相手じゃない。カットマン、一つ学んだのは、ハサミ飛ばすときあいつすごい曲がってるように見えてまっすぐにしか飛んでないですね。戻るときにぐるんぐるんしてるから錯覚するだけだあれ。あとはカットマンがジャンプするのをくぐればいけそうなんだよな。貴様この野郎カットカットカット、あっ、カットカットカッツ、あー危ない、あー危ない。全然まっすぐじゃねえじゃねえか。あれ、あれ、あれ、あー、あ、でもいい勝負、あ、いい勝負、いい勝負。よしよしよし、あと一撃か逃げ切っか。いや、あ、ちょちょ、もうちょい、あ、やばいやばい、あ、取った、どうした、あ、取る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 、やったカットマン倒した。カットマン倒した。20分ぐらい？やったよ。これででも倒したからカットマンのあれ使えるようになるんですよね。いやー、よかった。もうじゃあちょっと次やる気力が残ってないんで次回はどうしようかな。なんかの簡単なの、ガッツマンかな。ガッツマンあたりいっとこうかな。今回はこの辺で、次回ちょっとまた、じゃあ、どうしようもなく暇な時にやりますありがとうございました。なんとかカットマンを倒しました。こうやって少しずつ進めて全部やるわ全部やる。どんだけかかるんだ。いや、なかなかでも大変面白かった。今回はここまでです。ありがとうございました。とりあえずね、関君は俺に謝ろう俺のフィギュア盗んだの絶対お前だからね、関君